後半は CA コルベッツのキックオフで試合再開となります。 CA コルベッツがキックオフカバー、熊本マーベッツがキックオフリターンで試合が再開されます。CA コルベッツキックオフキッカーは19番の小倉が務めます。久留米大学出身。さあ第3クォーター、キッカーは19番、はい、その前に小倉選手すぐ決めます。さあ、ケーキ。さあ熊本リターンに入ります。16番に前田選手に渡しました。ナイスリターン、抜けていく。ナイスリターン。さあ敵陣に入って、敵陣40ヤード付近まで来ました。熊本リターンは16番、熊本マルチボールを託されて左を不合奪走、相手タックルを振りほどき相手陣40ヤードまでのビッグレターンを決めました。見事なリターン決めました熊本マブリックス。キックリターンは16番は前田、関西学院大学出身のプレイヤーです。さあ熊本マリス敵陣40ヤード陣からファーストダウン、熊本相手陣40ヤードからファーストダウン10。クォーターバックは5番吉田選手、パス。ターゲットは83番パス成功。クォーターバック5番プレイアクションからワイドレシーバー87番にヒッチパス、真横に投げるマイパスを取りました。87番キャッチアンドランし約9ヤードのゲインとしています。パスを投じました。クォーターバック5番は吉村、大阪教育大学出身。取りましたワイドレシーバー87番は林、吉村選手キャッチしました。西南学院大学出身。さあ熊本前来てセカンドダウン、熊本セカンドダウン残り1ヤード、31番ナイスディフェンス、まだ粘る。さあここはランプレー、ランニングバック31番に託しました。密集点を自らの総力で突破果たそうとしております。1番大黒選手フレッシュはしておられません。これはしかし CA コルベッツディフェンス陣踏まえましてノーゲイン、サードダウンに変わります。熊本サーダン残り1ヤード、サーダンショート、ラロン。さあ中央にランナーが、さあ CA コルベッツナイスディフェンス。さあこのプレーどこで止まったかの判定を待ちましょう。攻撃権更新となっているようです。熊本ファースター、ファースター10。CA コルベッツもここでディフェンス陣踏ん張りを見せようと密集点に突破し突入してまいりましたが、しかし攻撃権更新を熊本果たしております。熊本ファースター、熊本相手陣30ヤードに入りましてのファースターアウト。さあ9ピリ、5番、星村選手が走っております。ナイスラン、ナイスラン、ファースター、クォーターバック5番、ハンドオフフェイクで自ら中央突破、相手の意表をついて中央切れ込んで攻撃権更新です。熊本マーベリックス、ファースター、敵陣15ヤードからファースト3点。クォーターバック5番は吉村、大阪教育大学出身。熊本相手陣14ヤードに入りましてのファーストアウト。ラン中盤ナイスディフェンス、これは CA コルベッツナイスディフェンス。31番の突破力にかけようと中央トップ図らせましたが、CA コルベッツ70番を筆頭にディフェンスライン陣が殺到、このランプレーをノーゲインにしております。セカンドダウンとなります。
さあノーゲインで敵陣15ヤードからセカンドダウン、相手陣14ヤードからセカンドダウンって。前田選手ナイスラン、タッチダウン、タッチダウン、コーナーバックが、ここでプレーアクションのピッチパス真横に振りまして、ワイドレシーバー16番これをキャッチアンドラン、あそこの土はあまり走らない方がいいです。相手ディフェンス殺到しましたが、16番見事なフットワークでそのタックルをかわしてエンドゾーンに入り込んでタッチダウン。さあイエローが出ております。さあしかしここでイエローフラッグが出ております。セレブレーションの反則が入っております。オフェンスチームにオーバーセレブレーションの反則がありました。過剰な自己アピールの行為という形で反則となっていますが、これはキックオフの際に施行されます。さあクランクしてパス、このパスは不成功。ここで熊本キックと見せかけプレーをするフェイクプレーを展開しました。1点でなく2点を狙う形で2ポイントコンバージョンに挑みましたが、このパスは不成功。6点止まりとなりまして、熊本ホンマーベリックス20点、 CA コルベッツ0点となりました。しかし熊本見事タッチダウンを上げております。熊本オーバーセレブレーションの反則は犯しましたが、しかし見事タッチダウンを決めまして、その差をさらに広げて20点差に変えております。イエローがありました。熊本前です。10ヤード下がって20、その反則によりましてキックオフの開始地点は15ヤードの合体をし、失礼しました、自陣20ヤードからのキックオフという形になります。CA コルベッツはこの状況を生かすことができるでしょうか。熊本キックオフ、ナイスキック、ターンアウト、さあ CA コルベッツリターン、下の選手です。ナイスリターン、自陣45ヤードリターナー5番右オープンに展開し、 CA コルベッツ陣45ヤード付近からの攻撃を終えました。この位置からの CA コルベッツの攻撃と変わります。CA コルベッツ自陣44ヤードからファーストダウン10。さあ CA コルベッツファーストダウン10。ダウン5番、ランニングバック5番ハンドオフを託され左オープンを展開、2周点を相手タックルディフェンス陣集まる中3ヤード獲得しております。 CA コルベッツランニングバック5番は久野、福岡大学出身。CA コルベッツボールオン自陣47ヤードからセカンドダウン7。さあ CA コルベッツバランス体験、再びランプレー、ハンドオフオプションでボールを託されましたキャリア5番、2周点をつきまして約5ヤードのゲイン、フレッシュ獲得はまるでサーランショートです。
シエコルベッツ相手陣47ヤードからサードダウン残り2ヤード。シエコルベッツバランス体系です。キュービー松尾選手、さあ中央のランさあ三度の中央ダウンでキャリアは同じく5番公園権更新 CA コルベッツファースター CA コルベッツランニングバック5番の久野見事公園権を自らの足で獲得しました。 CA コルベッツファースター、さあ CA コルベッツフレッシュ獲得して、敵陣45ヤードからファースター運転、 CA コルベッツ相手陣44ヤードからファースター運転、バランス体験キビ松田選手パス、スクランブルして、さあ投げ捨てをしました。クォーターバック14番プレーンアクションからロングパスを投じようとしましたが、しかしディフェンス陣にアジャストされパス不成功となりました。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。シーエコルベッツ相手陣44ヤードからセカンドアウンテ、パス、さあここでシャベルパス、手前側にいるレシーバーに対して下から投げる前パスを転じました。ターゲットはランニングバックの5番でしたが、これはディフェンス陣も対応しており約3ヤードロスという形になっています。シエコルベッツサーダウン13、ボールオンは相手陣48ヤード。シエコルベッツサーダウンベル、キュービー松尾選手パス、パス不成功、はい、クォーターバック14番左に流れながらワイドレシーバー29番にパスを投じましたが、このパスわずかにショートしておりパス不成功となっています。ダウン失ってフォースダウンに変わります。さあ CA コルベッツパントタイケです。 CA コルベッツフォーメーションをパントフォーメーションに変えます。クイックプレイスペシャルプレイでした。インターセプト、さあインターセプトしたのは44番、ナイスディフェンス。ここの CA コルベッツフェイクプレイ、パントに見せかけそこからパスを通りました。オフェンスプレーですのでこれは有効なプレーですが、しかしこれを熊本見事にパスカット、そしてそれを44番見事にキャッチしましてインターセプトとして攻守交代です。さあ CA コルベッツスペシャルプレーでパスをしましたが成功、攻守変わりまして熊本自陣30-29ヤードからの攻撃となります。熊本マーベリックスファーストアウト、さあランキャリアは32番、カルベッツナイスレース。熊本まずランプレーでトップを図りました。キャリア32番、しかしこれをコルベッツ53番対応しまして約1ヤードロス。コルベッツ53番は柏原九州産業大学出身のプレイヤーです。熊本自陣28ヤードからセカンドダウン11、さあランナイスタックル、これもコルベッツナイスディフェンス、ナイスディフェンスです。30
31番大黒選手、さらに中央への突破をキャリア31番に託そうとしましたが、これをコルベツ51番53番が殺到しまして、さらに1ヤードロスを奪っています。梶原選手、タックルしましたのは51番の鳥海、琉球大学出身、53番の梶原、九州産業大学出身。熊本サーダウン12、ロールして、さあパスはどうか、パス失敗です。パスは成功しておりますが、攻撃権更新となったでしょうか。わずかに届いておりません。フォースダウンとかあります。しかしフレッシュは獲得です。フォースダウンショート、フォースダウン、熊本フォースダウン3、パントフォーメーションを選択します。パンターは2番久保田選手、ショート、このパントシャンクしまして、ハーフウェイ付近でボールが外へ出ました。攻守はこの位置で交代となります。さあ攻守を交代して CA コルベッツ自陣40からキックさんCA コルベッツ自陣48ヤードの位置からの攻撃となります。 CA コルベッツファーストアンテン、さあ CA コルベッツ自陣48ヤードピンからファーストアンテン、バランス回転、キュービー松田選手パス、ナイスパラ、パス不成功、キャッチです。クォーターバック14番、中央ピンにいましたワイドレシーバー8番にパスを投じましたが、8番これをキャッチミスしまして、パス不成功となっています。ダウン一つ次第セカンドダウンに変わります。シエコルベツ自陣48ヤードからセカンドダウンテン、さあパス、クランブルして、パス不成功、さあボール空いてましたが、クォーターバック14番プレッシャーをかわして、ワイドレシーバー29番にパスを投じ、22番にパスを投じましたが、22番キャッチミス、柴田選手パス不成功という形になり、サードダウンに変わります。CA コルベツサーダウンテン、ボールオン自陣48ヤード、さあパス、さあ逃れて、うわパス不成功、はい、苦しい状況、クォーターバック14番プレッシャーかわしてなんとかパスを投じましたが、しかしコントロール乱れ、パス不成功に終わっています。フォースダウンに変わります。ここでホイッスル、 CA コルベツの怪我人が出て試合がストップしています。第3クォーター残り1分10秒、ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入っております。ナイスアウト、
チャットへの応援メッセージありがとうございます。坪井康介様、国広頑張れ、おそらく選手のお名前だと思いますが、さまざまな方々のご支援、そしてご声援をお願いしたいと思います。さあ、リサーナは23番さあ、まくっていく、ナイスリターン。さあ、もう一回いるぞ。30ヤード、20ヤード抜けていく、タッチダウン、タッチダウン、ナイスタッチダウン。しかし、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあ、ここでイエローフラッグが出て、リターンチームの反則となります。背後からの不正なブロック、後ろから相手選手をブロックしました。ボールを持っているチームは相手選手を後ろからブロックしてヒットしてはいけません。この反則により先ほどのプレータッチダウンは無効という形になります。反則の発生地点から10ヤード罰則を受けまして、この位置から熊本の攻撃という形に変わります。してますが、熊本マーベリックスが反則を出したので反則地点から15ヤード下がって自陣46ヤードピンから反則点。熊本しかし攻撃権得まして自陣46ヤードからファーストダウン点。さあ、バランス体系QB は5番の吉村選手じゃない、18の竹内選手ですね。パスの成功、ナイスパスカット。ここでクォーターバック、熊本18番、一気にロングパスを通りました。ターゲットは16番でしたが、しかしこのパス CA コルベッツ24番見事にパスカットし、パス不成功としています。素晴らしいディフェンスでパスカットしましたのは CA コルベッツ24番の松永、福岡教育大学出身。熊本自陣46ヤードからセカンドダウン点。さあ、熊本マレーセカンドダウン点、ラン32番、ランニングバック32番、ハンドオフを託されまして左オフタックルを失走。味方ブロッカーを生かして約5ヤードゲインしていますが、しかしここで反則が発生しています。5ヤード前進していますが、イエローフラッグが出ております。シグナルはディフェンス側に上げられました。プレー終了後にありましたラフプレーによりまして15ヤードのバッタイを受けます。従いましてオフェンスチーム自動的に攻撃権更新となりました。熊本マーベリックスファースター15ヤード発生して、熊本マーベリックス敵陣35ヤードからファースター点。熊本相手陣35ヤードからの位置に入りましてのファーストダウン点。パス成功。
今パスが成功しました。さあパスは成功しましたが、これでファンブルがありました。しかしこれを熊本自ら抑えてありまして、大きく前進となっています。熊本マーベリックスファースト、クォーターバックジャッシュパスプレーによって大きく前進。レシーバーがこれをキャッチしましたが、しかしその際にボールをファンブル。しかしこれを熊本2番が見事抑えまして、結果的には熊本の攻撃という形を確保して熊本ファーストダウンとなりました。熊本相手陣1ヤードに迫りましたのファーストダウン2ゴール。ここで熊本後半1回目のタイムアウトを取ります。熊本マーベリックスがタイムアウトを後半1回目取っております。一気に相手陣1ヤードに迫りました熊本ですが、ここで浮き足立っていると判断し、ベンチがここでタイムアウトを入れました。YouTube のチャット内の応援メッセージありがとうございます。勝島明さんメッセージありがとうございます。ルーキーたちの活躍素晴らしいですというメッセージがあります。確かこの春まで熊本マーベリックスに参加されていた選手です。そして現在はお隣福岡サンズに加盟している X1 スーパーのプレイヤーです。さあ熊本マーベリックスファーストアンゴール、さあ試合再開です。熊本ファーストアンゴール、残り1ヤード、パスナイスキャッチ、パス成功、パスナイスキャッチ、キャッチした2番、この1ヤードをクォーターバック18番ワイドレシーバー2番へのパスでタッチダウンとしました。熊本6点獲得。さあ熊本マーベリックスタッチダウンして26対0で熊本マーベリックスが見事タッチダウン決めました。クォーターバック18番は垣内、大阪経済大学出身、取りましたワイドレシーバー2番は久保田、東海大学出身。ナイスキック、キック成功、1点追加、熊本マーベリックス27点、CA コルベッツ0点となりました。成功したね、27対0、熊本マーベリックスが27点をリードしております。着実にタッチダウンを重ねまして、その差を広げております熊本マーベリックス。 CA コルベッツ、この状況を打開できる得点を上げるシリーズが完結することが可能でしょうか。まもなくその試合も第3クォーターを終わろうとしております。試合は熊本マーベリックスのキックオフで試合再開となります。キックオフキッカーは先ほどタッチダウンを挙げましたキッカー2番の久保田。さあ熊本マーベリックスキックオフカバーで試合を再開し、CA コルベッツキックオフリターンで再開します。キッカーは2番久保田選手。さあ外に出て、このキックは外へ出まして反則となります。CA コルベッツは果たしてこれを5ヤード前進地点か、あるいは5ヤード下げて蹴り直すか、あるいは自陣35ヤードのいずれかを選択すると思いますが、どれを選択するでしょうか。CA コルベッツは自陣35ヤードからの攻撃を選択しました。さあこの好位置を生かすことができるでしょうか。 CA コルベッツ自陣35ヤードからファーストダウン10。CA コルベッツ自陣35ヤードからファーストダウン10、空いた池になりました。クロアイになっております。空洞クォーターバックが立っております。
さあまずフルバックのダイブプレー、ブロッカー大キックの選手に密集点を突き込ませました。キャリア10番、それを託されまして中央突破図らんとしましたが、しかしノーゲイン、ダウン1つ失う形となってセカンドダウンにあります。41番大平選手にかかっております。キャリア10番は高賀美、九州産業大学出身のチームキャプテンです。クォーターバックが松尾選手に代わっております。第3クォーターが終了しております。ここで第3クォーター終了となります。第3クォーター終わりまして、熊本マーベリックス27点、 CA コルベッツ0点、攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。